大田窓かさん3月10日から1926年3月21日は、明治、大正期の土木技術者、鉄道技師、詩人、木下木太郎の実刑、動物学者である大田かの叔父、静岡県田形郡伊東町出身、東京府立一中一校を経て、1904年に東京帝国大学校科大学土木工学科を卒業。 大学では、広井サムに指示。低新省鉄道産業局に入省。1910年から2年間、欧米に留学。1923年の関東大震災後、帝都復興院土木局長に抜擢される。帝都復興院では、隅田川六大橋をはじめとする、震災復興橋梁の建設を、橋梁課長の田中豊と共に主導した。また、 弟が詩人であり、自身も文学を志したことがあったことから、橋梁のデザインについて、文学者、画家などの意見を聞いたり、山田守、山口文造ら建築家との共同も行った。また、アメリカ人技術者を雇って、ニューマチック系算工法を、橋梁の基礎工法として、本格的に導入した。親友の東郷信事と共に巻き込まれた、土地売買に関わる。 増収は意義枠にて自殺した。復興局跡地のそばにかかる神田橋近くに記念碑が残る。東京府立第一中学校1929、官報第1499号、付録、事例2931年12月28日。ありがとうございます。